ます。明治安田 J1 リーグ、この時間は北海道コンサドーレ札幌対東京ヴェルディ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。立ち上がりは注目ですよね、はい、頭からプレスを仕掛けていくのか、ちょっと様子を見るのか、そのあたりのゲームプランも見ていきたいですよね。そうですね。まずは立ち上がりです。さあ左サイドへ菅、もういいですね。自分で行くディフェンス、これを読んでいた。山田、森田、山見、鈴木から右へ、積極的なディフェンス。うわ、取らないですね。あっと、これは危ない。シュート、ゴール、コンサドーレ。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。さあ札幌、早くも1点先制と幸先いいですね。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。スペースを狙った。さあ上がる、大崎から左サイド。さあここからの展開、さあ一気にカウンター、この位置で受ける。さあ左へ預けて、鈴木から志賀、中に入れる、クリア。このピンチをなんとか出します。尾長、森田、
前半16分を回りました。ここは競り勝ちます。近藤、山宮、森田、山田へ、裏へ出るか、いいとこありますよ。山宮、ここで前を向けるか、スペースに出す宮原、ここ来ましたよ、チェックを受けながらのドリブル。さあコーナーキック、ベルディ、左から上がっていきます。いやー強い、5枚から右サイド、ファーサイド、直接行ってしまいました。オナガ、森田、オナガへ抜けてくる、山際積極的にチャレンジしますよね。ここは笛が鳴ります。いけるか、近藤、サイドチェンジ、菅、このボールに触ります、流れを止めます、スルーパスを出す、どうだ、危ないシーンでしたがクリアの対応。おっとこぼれ球、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。岡村、組み立て直します。縦へのボール、裏を狙う、駒井が受ける、駒井ボールを追っていく、菅から駒井、ベルディをここクリアで難を逃れます。ボールがつながる、山田、札幌としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。菅抜けてくる、菅上げる、キーパーこれはわずかに右でした。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。林、斉藤、森田、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。木村、裏を狙っていきます。岡村から長いボール、カウンターですよ。右サイド上がっていく、大きく前線へ、オナガ、ファーストハーフアディショナルタイムに入りました。厳しくチェックします。サイドチェンジ、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半から得点が動いています。札幌先制してハーフを迎えました。試合を進めるだけではやっぱり1-0でリードしているっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。明治安田 J1 リーグ、北海道コンサドーレ札幌対東京ヴェルディ。札幌がまずは1点先制して後半へと向かいます。さあ後半スタート、
札幌としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。セカンドボール拾いたい。裏へ届くか。このボールをカットします。オナガ、斉藤へ、山田、山見へ、さあ左サイドへ、近藤、青木、馬場、さあ左へ預けて、さあここでカウンター、通るのか。このパス飛び出した。鈴木から菅、菅上げる、綱島、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。千田、尾長へ上がっていく左サイド、おっといいボールでしょ。尾長へ、森田、さあ右へ預けて、さあフリーだ、中への折り返し。札幌はこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の位置取りは非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。近藤、ここはカットします。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。札幌としては少し攻めてる時間が少ない印象ですからね。イマジネーションあふれる攻撃が見たいですよね。斉藤、アーチのようなパス、オフサイドですか。ベルディはここで1回目の選手交代です。オフェンシブな選手を入れたので、やはり攻撃の活性化が狙いになるでしょうね。札幌はまだ選手交代枠を残しています。固いディフェンス、さあ鈴木、チアゴアウベス、さあカウンタースピードを上げたいところ、お前、ここはファールです。林、いいボールですね。自分で行く、これ仕掛けるか、どうだ、クロス、ロングボールを縦に送る。ベルディとしてはこの形を続けていきたいでしょうね。いい攻撃できてますからね。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということですよね。
札幌立て続けに選手を入れ替えてきます。モリタスペースに出す。もう一度スルーパスを狙う宮澤からしが、さあ逆サイド、ここはつながりません。札幌は先ほどの交代により残すはあと1回となります。林、綱島、尾長へ、これをカットします。サイドへ、サイドへの展開でしたがこれは合いません。札幌としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。菅、うまいですね。スペースへ仕掛けるか。ゲルディは選手交代のようです。フォワードを2枚変えてくるようです。そうですね、思い切った采配ですよね。前に重心を持っていきたいという意図でしょうね。Substitution on the field. Number 25. Coming on to replace him is number 6. 林。札幌は1対0という緊迫した状況ですが、北澤さん、この残り時間の戦い方が難しいんですよね。疲れも出てきてミスも出やすい状況だと思うんですけど、当然失点だけは避けないといけないですからね。笛が鳴るまで何が起こるかわからないのがサッカーですから、ここは集中したいですよね。裏へのスルーパス、おっとこれはカウンターいきますね。宮澤へのボール、いい展開ですね。裏を狙う、いい展開ですね。クロスが上がる、クリアです。札幌としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。さあ左サイドへスルーパス、いいボールだ。さあチアゴアウベス、チアゴアウベスシュート、あーわずかに右へそれました。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。オナガから柔らかいパス、斉藤、林、右サイドへ振って動きましたよ。体強いですね。菅、いい守備で奪う。いけるか。そして今試合終了、1対0、札幌無失点で見事な勝利、1点差のゲームを制しました。結局前半のゴールが決勝点。近藤、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。
さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。札幌としては前半リードで折り返していい雰囲気で後半に入れたのは大きかったですよね。まあ追加点は挙げられませんでしたけども、しっかり守れてましたし、いい試合運びができたと思いますよ。はい、そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。明治安田 J1 リーグ、札幌が1対0で逃げ切っています。